ひたちなか海浜鉄道港線。港線は、茨城県ひたちなか市の勝田駅から旧、中港市街を経由して、味ヶ浦駅とを結ぶ、ひたちなか海浜鉄道の鉄道路線である。旧称の港鉄道や港鉄道線と案内されることがある。全駅がひたちなか市内にある。中港駅までは、中川北岸から少し離れたところを通り、中港駅から、 味ヶ浦駅までは海岸沿いを通り、1990年度までは海水浴シーズンに東日本旅客鉄道 JR 東日本常磐線上野駅から臨時急行、味ヶ浦が味ヶ浦駅まで乗り入れていた。2008年3月31日までは茨城交通の路線であった。2005年12月に茨城交通は地元日立中市に対して 赤字で経営状況が厳しいため2008年3月で廃線にする意向を示し、日立中市は財政支援も視野に存続を目指すと2006年9月に報道がなされた。茨城交通は支援を受ければ赤字の解消や老朽化した施設の改善が可能として2007年3月31日に廃止届の提出を面見合わせると発表した。設備更新には 国の鉄道機動金代化設備整備補助制度を利用し、その事業者負担分も市が負担する方針が示され、茨城交通の鉄道部門を別会社に分離することになった。当初市は茨城交通100%出資の子会社の設立を求めていたが、過半数の株式を保有することで連結子会社となると不採算部門から撤退することにならず、茨城交通が難色を示したため、 運営会社は、第三セクター会社として、市も出資して、経営に参画することになり、同年9月27日に、最終合意した。2008年4月1日、港線は、その運営会社として設立された、日立中海浜鉄道に移管された。地元の支援も手厚く、2008年度は、日立中市が、港鉄道線存続支援事業として199,52000円。 内訳、出資金90、000000 000円、貸付金40,000000円、鉄道近代化等補助金57、218000円基金、積立金11、000000 000円を支出している。東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響により、路線が被災し、全線不通となった2011年、平成23年度を除き、 三石以降を輸送実績は徐々に回復しており、2017年、平成29年度には1997年、平成9年度以来20年ぶりとなる利用者100万人台に到達した。勝田駅味じ浦駅間の直通運転が約30から40分間隔で、味じ浦駅の平日の始発は4時台と早い。勝田駅中港駅間の区間運転が 平日朝席中心、土曜、休日を含めての運行は、夕方1往復と活田発2時台の下り最終のみ、と土曜、休日の始発列車、平日は、味が浦発として、運転として一本ある。朝5時台の下り始発と23時台の、上り最終は、中港駅味が浦駅間の運行である。全列車が、各駅停車である。朝のラッシュ時は2両編成。 学校が休みの期間は1両で運行。それ以外の時間は1両編成となる。2010年4月6日から全列車がワンマン運転となった。多客機などは3両編成で運行されることもある。以前は4両編成もあった。1963年までは、水戸駅までの直通運転もあった。1990年度まで下記に、 国鉄 JR 東日本上番線上野駅からの直通運転もあったため、新駅である高田の鉄橋駅を除き、各駅のホームは国鉄 JR からの長大編成の列車が停車できる長さになっている。夜間対白は中港駅のみで行っている。このため、平日朝4時台には中港発味ヶ浦駅の回送列車が運行されている。 列車交換は原則中港駅のみだが、2010年9月1日のダイヤ改正で増発された、勝田駅中港駅間の区間列車との交換は、神奈川駅で行われる。2009年3月14日のダイヤ改正以前は、最終列車が早く、味じが発勝田駅が21時台、折り返しの勝田発味じが浦駅が22時台で、他に22時台に、 味が浦初中港行きの列車が設定されていい。また、2010年3月13日のダイヤ改正以前は、始発の1往復が土曜日、休日は運休であった。この改正で、全日同一のダイヤとなったが、同年12月4日のダイヤ改正で、土曜日、休日に運転しない列車が、再び設定されることとなった。港線の近年の輸送実績を可評に記す。 輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。港線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は、 年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。港線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。茨城交通は、性能が安定し、長寿命で故障が少ないとしてコピー品も含め、日本全国からキハ20系機動車をかき集めてきた。1990年代後半に入ると同型で、状態の良い稼働車が出ることがほとんどななったため、 申請者の導入に移行した。原則として、平日と日曜は、旧型と新型一編成ずつ、土曜日は新型のみでの運行となっていたが、2009年8月の、ミキ300系導入以降、日曜日でも新型のキハ3710系、キハ37100系及び、ミキ300型のみで運行されることが多くなり、 キハ20タイプの旧型機動車は徐々に一般運用の機会が減少した。さらにキハ11系導入により、2016年現在、旧型車は一両のみとなり、イベントを中心に稼働するようになっている。なお、土曜、日曜の車両運用はホームページに掲載されている。日立中市は終点の味ヶ浦駅から国営日立海浜公園の南側を通って、 大規模複合商業施設がある公園西口付近を終点とする約 3.1km の路線延伸を計画している。市は2016年12月、2024年度の運行開始、延伸区間に3駅設置、事業費約65億円を見込んだ延伸計画のスケジュール案を公表した。2017年度中に港線延伸基本計画を策定し、 2018年度には国土交通省に対し鉄道事業法による事業認可を申請する。2018年3月、安全運行の観点から線路の勾配を緩やかにするため、延伸区間の7割を高価にすることなどから、当初約65億円を見込んでいた、概算事業費を約78億円に増額した。また事業費を抑えるため、新駅を3駅から2駅に、 減らすなど、計画の見直しを行い、港線円新基本計画を決定する。市は、同年8月、多客機に、快速列車を運行し便数を増やす構想を示し、安治浦駅への列車交換施設整備を、検討していることを明らかにした。快速の停車駅は、勝田駅、奈上駅、中港駅、安治浦駅と、同公園、西口付近に設置する終点の新駅を、 想定している。また、延伸区間の年間利用者数について、これまでの約95万人から約50万人に見直した、確実に見込まれる利用者数の推計であるという。平磯駅、磯崎駅間に新駅を設置する計画があり、2021年3月までの整備を目指す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。